ゲームをプレイするだけで億万長者になれます。こんな夢みたいな話、懐疑的ですよね。でもマジであるんです。今回ご紹介するのは、オンラインゲームで最も高額取引されたアイテムたち。紹介する高額取引は正直次元が違います。メルカリでプレイステーション5の転売なんてしてる場合じゃねえというレベルに、もはや人の人生が逆転するほどの高額アイテムも存在。一言で言わせてもらえば、オンラインゲームには夢がある。10位、ブルーパーティーハット51万円。第10位からマザファカな価格です。ブルーパーティーハットなるものが登場するのは、ルーンスケープという MMORPG。 2001年にイギリスで誕生してから現在も5万人の同時接続を誇る化け物ゲームです。そんな長寿オンラインゲームであれば、高額取引は常日頃行われますが、ブルーパーティーハットは別格。こちら2001年に開催されたクリスマスのイベントで配布されたアイテム、クリスマスクラッカーを開封すると低確率で入手できたアイテムらしいですが、実際そのクリスマスクラッカーから出てくる期間がめちゃくちゃ短かったらしく、入手した人が限りなく絞られていたので超高額取引でしか手に入らなくなってしまったようです。いろいろ調べてみましたが、別段このブルーパーティーハット能力が比較的高いというわけでもありません。ちなみにブルーパーティーハットはもちろん青色ですが、クラッカーからは他にも赤いパーティーハットなんかが出たらしく、こちらも20万円前後で取引されたようです。第9位、レベナント102万円。イブオンラインは凄まじく広大な宇宙で繰り広げられるオンラインマルチの戦争ゲーム。広大すぎる上に緻密なシステムで構成されているため、よく事件が起こります。ちょっとした税金の滞納が大戦争の引き金となって、リアルマネーで数千万の被害を出したりといった風に、以前に動画で取り上げたこともありますが、このゲーム本当にプレイヤーが多く、その分課金額も凄まじいです。どんなイブオンライン、とにかく自由度が高いし、アイテムも種類が多い。アイテムといえど、資源的なものから母船の設計図にまで多岐にわたる中、特に高額なアイテムとして名高いのがレベナントと言われる航空母船の設計図。こちら高額な理由として入手難易度がめちゃくちゃ高いことが起因となっています。しかも設計図を入手したところでレベナントを建設するのにも凄まじい労力が必要。しかしその分敵は瞬殺。もうここまで来れば貴族の遊びなんじゃないかと思えてくるほどに高額。こんな凄まじい性能のレベラント、リアルマネーで102万円で取引されました。買った人は期待に胸を膨らませていたことでしょう。しかしこのレベラント、建設完了してすぐ戦闘で破壊された模様。悲しい。第8位、ゼウゾ107万円。ワールドオブウォークラフトは2004年から続くオンラインゲーム。皆さんもご存知、ディアブロを開発した会社が運営しているゲームで、なんと1兆円の収益を出してしまうモンスターゲーム。しかもアカウント数はなんと1億超え。もはや全日本人がプレイしたことがあるゲームレベル。そんな凄まじい人気のオンラインゲームで高額取引されたのはアイテムではなくキャラクター。当時では最高レベルであったレベル70まで育て上げられていたゼウゾ。ちなみに70に達するには現実の時間で600時間ほどかかります。加えてゼウゾには当時最強装備と名高かった武器も装備されており、2007年9月にシャークスというプレイヤーに購入されました。最強キャラに最強装備、オンラインゲーム1日目から親の金を使った僕は無双生活を始めます的なストーリーですが、後日運営に規約違反としてキャラクターをサーバーから追放されたらしい。なぜオンラインゲームはこんなにも不幸な目に遭うのでしょうか。第7位、エコーイングフューリー150万円。こちらエコーイングフューリー、訳するとこだまする劇場かっこいいですね。こちら当時から強かったのに、アップデートを重ねさらに強化されためちゃ強の武器。しかしこちらドロップ率が非常に渋い。一番初めに入手したプレイヤー、なんとこれが希少なものとは知らずに3万円で売ってしまいました。そして転売を繰り返し、最終的に150万円に到達。またもやオンラインゲーマーがかわいそうに思えてくる事例です。第6位、ソード180万円。本作は過去の中国を背景にした武術とアドベンチャーの MMORPG。 中国以外では全く認知されていませんし、日本でももちろんサービスは展開されていません。調べてみても日本語のサイトが一切なかったので、日本人プレイヤーもほぼいないでしょう。そんな本作、ゲームサービスが開始された2012年を記念としてオークションにこのソードを出品した結果、180万円の値段をつけて落札されることになりました。第5位、 SR リアルフレームウォードク。現実のワンワンより高いゲームのワンワン。
5位から急激な高騰。本作は世界中で大人気の戦略ゲーム。あのケイン小杉もハマっていたらしい。ちなみにプレイ中はリポビタンデを飲んでいませんでした。そんなケインも小杉になるほどに熱狂されるドータ2。この炎をまとったピンクのワンワン、なぜこんなに価値がついてしまったのと思ってしまいそうですが、こちらのワンワン、クーリエと呼ばれるアイテムの一つで、チームから基地へ、基地からチームへアイテムを輸送するために使用されるアイテム。売り手によればワンワンが最も人気のあるクーリエの一種で、加えて効果、色、種類などが全て揃ったので高く売れたらしいです。第4位、アムステルダム、570万円。セカンドライフとは、2003年より今もなお続く仮想世界を舞台にしたオンラインゲーム。ゲーム内ではあらゆるものをユーザーが作成可能で、それらを譲渡したり販売したりも可能。いわば第二の人生、セカンドライフ。日本でも月間アクティブユーザーが2万人前後いるらしいです。そんなセカンドライフで取引されたアムステルダム、こちらプレイヤーがゲーム内で作り上げた一つの街。先ほども説明したように、本作はゲーム内で何でも作れます。そしてそれを売ることも可能。つまりはゲームで何かを作って売るというビジネスが生まれるのも必然。結果、あるプレイヤーはアムステルダムを忠実に再現してオークションに出品。するとなんと570万円で落札。どれだけの時間をかけたのかは分かりませんが、このグラフィックで何かを作るのって一瞬でできそうなイメージですが、実際どうなんでしょうか。もし本作をプレイしている人がいれば教えてください。第3位、クリスタルパレル宇宙ステーション、3739万円。ゲームをするだけで億万長者になれる。まさにその言葉にふさわしいゲーム、エントロピア。セカンドライフと同時期に仮想空間内で土地の取引がされたりと話題になり、本作も有名になりました。運営会社がリリース1年以内に億万長者が排出されるだろうと言っていたのがすぐ現実になったりと、本当にゲームをプレイするだけで億万長者になれるゲーム。その仕組みはゲーム内の通貨が現実のお金と交換できるというところ。ゲーム内通貨で使われる通貨 PED、 こちら現実マネー10円で1枚購入可能。根本的には現実のお金があればゲーム内の通貨に変えられるので、リアルお金持ちほどゲーム内でも有利ではあります。そして紹介するクリスタルパレル宇宙ステーション、ステーション内に存在するショップの売り上げやステーションの入場料、税金を含めた売り上げがステーションの価格以上の利益を見込めると考え、プレイヤーが購入。その額約3800万円。そしてその見込みは実に当たり、5年で50万ドル、5000万円以上も利益を上げることに成功しました。第2位、クラブネバーダイ、7199万円。こちらも第3位と同じくエントロピアの不動産。クラブネバーダイは惑星カリプソを周回する小惑星に位置し、もともと人気の宇宙リゾート施設。2005年に最初の持ち主であったジェイコブス氏が現実の家を担保に1000万円で購入したらしいです。現実の資産をゲームのアイテム購入のために担保にするって本当に頭がぶっ飛んでいるとしか思えませんが、クラブネバーダイ超稼いでいました。なんと毎年2200万円もの利益が出ています。そしてジェイコブス氏購入から4年後の2009年、当時としてはゲーム史上最高額の7200万円で売却が決まりました。エントロピア、夢がありますね。第1位、惑星カリプソ、6億7900万円。第1位はやはりエントロピア。しかしちょっとレベルが違いすぎてワタファー案件です。この惑星は2003年のサービス開始当初、ゲーム内に存在する唯一の惑星。しかし2011年に運営会社のマインドアークによってオークションにかけられ、6億7900万円である会社によって落札。この取引はあのギネスによって最も高額な仮想資産買収の記録として認定され、めちゃくちゃ話題になりました。ちなみにこの頃エントロピアでは1年間のプレイヤー間取引額は4億2800万ドルにも及んでいるようで、凄まじい成功を収めています。そのような売り上げを出しているのなら全世界でプレイヤー数がかなり多いのではないかと思い調べてみましたが、登録ユーザーなんとおおよそ100万人ぐらいらしいです。なんだか怪しいゲームにすら思えてきますが、特に大きな事件も起こっていないようで、まともなビジネスとして成り立っているんでしょうね。惑星カリプソは惑星そのものの取引、つまり惑星で起こる全ての収益が持ち主に入ってくるということになります。6億円で購入した惑星カリプソ、運営の話ではカリプソのプレイヤー取引金額は日本円でなんと485億円にも上っているようで、購入額の6億円なんてすぐに回収しているようです。エントロピアがゲームとして面白いのかはちょっと気になるところではありますが、ビジネスとして夢があるということで、いかがだったでしょうか。まあ後半はゲームではあるものの、システムが普通のオンラインゲームとは違うので、まあ納得できます。私キャベツはゲームに全く課金しない人間です。しかもコレクターでもないので、貴重なアイテムとか別に欲しいとは思わない。
まあそんなことを言っていますが、昔アラド戦記というオンラインゲームには毎年何十万円も課金していました。皆さんも課金額ほどほどにしてください。ではこの動画がやったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターなどもやってるのでよろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。